い、じゃあちょっとね進みましょうか。ちょっとね、足元がねあんまり良くないんで、結構今日階段とか崩れてるんで気をつけていかないと、だいぶ危ないですね。野原観光劇場という廃墟に来ております。ここ大劇場と小劇場、社員たちの住居が当時のまま残されているという話ですね。これ神棚残ってるな。うわー、マジか、よくなさすぎる。すごテレビとかもね当時のまま残ってる感じですね。これすごっ、1箇所だけ落書きされてますけど基本的にそのままですよね。これは大劇場ですかね。トイレがそちらということなんで、ちょっとトイレも覗いてみましょう。こちらがトイレですかね。およく聞くセリフ、踊り子さんの衣装、肌に触れないでください。ドア開くかな。うわ、うわ、男性用とですね、ここはボロボロだな。あ、閉まりそう。こちらが台かな。閉まると怖いんで中に入るのやめておこうかなと。小劇場かな、こちら側が作り的にさっきのあそこで小さいんで。ああでもここも確かにいいですね。はあ、こちらが小劇場になるのかな。回転台なんですかね。ちょっと失礼して。飛んで飛んで危ない危ない。こちらに行きたいか。
なるほど。うおー、なんかもう雰囲気が。うわ、怖い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 。なんだこれ怖い。こんにちは、踊り子です。つながってるね、小劇場と大劇場。はい、で多分従業員用の宿舎に繋がってんだと思う。ああ、もう古いマーガレットとかある。ああ、これでいいか。うわ、ちょっと床たわんでんな。怖いな、これ。あ、風呂。たわんとかっこいい、サンマという注意書き的なものが書かれてる。怖っ、怖っ。ここは頑丈。この辺なんかたわんでる。あ、レコードが。うわ、怖っ、怖っ、怖っ。舞台助手事故。ここは、ああ、続いてるけど床が落ちてるから、行くんだったら外から回った方がいいな。いや、なんかこういうのの舞台裏なかなか見れないから、すげえ、なんか、はあ、しかも課題とかも丸ごと残ってるもんね。結構さ、ああいうレイとかさ、首にかけて、はい、あれとか、あ、すすけるやつ、せーの、あー、こういうとこね、綺麗に残ってる、ね、とか溜まってない。ひぃ、多分この家なんだよな。糞とかめっちゃ落ちてる。どういつく、どういつくの、どういつくなんだ。はあ、あ、なるほどね。障害とか残ってて。じゃあ鼻とか、時刻表とか、灰皿がめっちゃあるし、結構乱雑に食器は置いてあるな。はい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 、機械室ね。はい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 。
わーこれはすっげえ。ここで、調整してたんでしょうね。あ、フコウモリがいる。おお。コウモリがいた。結構、自分が下に落ちてるね。うん、ネズミかと思ったらコウモリだね、あれ多分ね。ちょっと作り的にこのこっち側がな誰が住んでたんだろうな。オーナーとかなのかな。このでも上に住むかって思うけど。社員寮って感じじゃないよね、ここ。遺灰残ってるでしょ。遺灰っていうか、何木のさ、遺灰か。遺灰だね。うん。あの、あったっけ。うん。こう。あ、そっち。あ、ここ。おぉ。これこれこれ。確かに。うん。誰も、もう、うん。感じだね。あの、持って行って、ね、うん、用とかもして。だってここあの大劇場の入り口のところ神棚丸々残ってた。ああ。あの御神教とかもあったもんな。はい。鏡が。うん。ちょっと最近この裏側。そう落ちてる。こっちが多分重要室じゃないか。すごい床怖いんだけどね。ああ、はい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 。台所的な。そんな気がするな。狭い一部屋だけ与えられて。布団勝手に触るなんて。そうだね、この辺が多分従業員の部屋だね。もう台所とかは共用で寝る部屋だけ与えられてる感じだろうね。うん、でそこが階段で、さっきのあの大劇場の横から回ってきたところの下に行きます。はい。まあ、心霊的な話、心霊スポットって言われてるんで、心霊的な話は特にないんですよ、こう。こういう霊が出たとか。狭いので通り抜けないと。全員も入れないんで。はい、そんな、こんなで。すげえな、マジで。茨観光劇場ですね、これは。出ますか。はい、そのわけでありがとうございましたということで、そんなわけで、はい、井ノ原観光劇場、まあ、ストリップ劇場ですね、がこちらにございました。ではちょっとね、行きました。心霊的な、ね、お話としては特に何があるというわけではないんですけども、はい、心霊的なお話としては何があるわけでもないですけども、こちらのスポットに来ました。